エアガンなんてまだ早いわよ。ちゃんとこっちに来なさい。こっちの方がいい。なんなのこの子。わからないけど、お菓子に弱いのは似てるな。ペテルだー。なんかマモルさんのこと好きみたい。ちょっとあんた、何べったいくっついてんのよ。ロカマイエーロカマイエーヒュルヒュルロカマイ。歌おんなじね。誰なのあなた。オーベイビー。誰が呼んだか知らないが、人呼んでヒルヒルロッカーマン。ギターの練習なら向こうでやって。それにロッカーっていうのはそれ自体が名詞扱いでマンはつかないの。ちゃんと言うならロックミュージシャンね。わかった、マイナーさん。このコードはなんだ。 A マイナー。これは D マイナー。これはデラコンタラカンタラハン。わかんない。マイナーが違うの。バカにするがいいさ。バカにしてるよ。行こう。心の救いにならないあの女とおさらばさ。いつも不満顔のオイラをみんな頭がイカれてると思ってやがる。思ってるよ。人生楽しむんだな。楽しんでるよ。オイラもそうしたかったが、もう手遅れっさ。そうだね。ブラックサマース。オイラがこの地上で気に入ったバンドさ、黒い安息日。この宇宙は全てマイナーコード進行さ。コスモスはメロディーとリズムを奏でる。俺様の血はそのマイナーコードとシンクロしているのさ。聞いてんのか、そこのチビ。どうだ、感動を呼ぶだろう。別に。そうか、感動したか。感動したら一緒にバンドを組もう。ギャラいくら。シャーラッ。チラシやティッシュ配りの苦労もしないで。お願いします、お願いします。どうぞよろしく。やるなんて100年早いんだよ。ピュー。木枯らし吹く日は寒かろう、星降る夜は冷たかろう、だけどおいらはくじけない。カモン、泣くのは嫌だ。ロカマイヤー、ロカマイヤー、プライドだけのロカマイ。わかったか、ダブルタンゴムヘッドチャイルド。うるさいわね。無視して帰ろう。それはミーの宇宙ギターが許さない。ロカマン、ロカマン、ヒュルヒュルロカマン。うっ、よえヒュルヒュルロカマンはこの宇宙ギターがメジャーコードを刻むと、ヒュルヒュルうるせえアーツステート変身する。オーイエーイ、僕ちの熱いハートみんなに。いくぜ。うれせん、へい、うれせん、やー、うれせん、ヒルヒルメジャーロッカーマー。おい、おい、もうちょ、いくぜ、2階席。ワン、ツー、ワン、ツー、ワン、ツー。人に向かって言っちゃダメだろ。オー、ノー、ダメですわ。ワンパターンね。時間の無駄、帰ろう。できとこないのドロイドじゃパワーが持たないわね。さっきのようにはいかないぞ。マモルさん。誰なの。アグラチ。ラジカルのコーン。ダンザーのベルチェ。ミディアムのコラビロス。トルネードのペッツ。我らあやかしの4姉妹。欲しいのはそのチビちゃんの持つ銀髄賞。え、さあラビット、銀髄賞我らブラックムーン一族に。ブラックムーン一族だと。うるさい、ヘッド欲しい。おいらのハートに火をつけた。パワーなら負けないわよ。こっちのセリフよ。なぜあんたに同じ
力を感じるわ。私もよ。あなた水を操れる。さあ、私暴力は嫌いなの。それはね、私みたいな愛の女神が言う言葉よ。ブラックサマース。宇宙ギターはスーパーチャージされてるぜ。 Go to hell。賞金なロックンローラーとか思ったら変身なんかしちゃったりして、変身して素敵な女性になるのは私たち華麗な乙女だけよ。ミュージシャンを語らっとうはこのセーラームーンが月に変わってあっしゃきよ。ムーンスパイアルハーツ。あっまあ鉄姉さんが作ったドロイドならあんなもんでしょ。待て、攻撃の指令は出ていないぞ。誰なのあなた。ブラックムーン一族、紅のルベウス。そのラビット、少し預けておくよ。それから21世紀のこの地球もね。預けておくわ。人類賞2つ。今のが宇宙人、ブラックムーン一族って名乗ってたわね。何なの？ブラックムーン一族って。なんか知ってるんだろ。あなたがセーラームーン。一応30世紀のママを助けて。30世紀？私はウサギ、スモールレディーセリニティ、30世紀のシルバーミレニアムの第一王女です。ってことは私は未来のママちゃんとあなたの子供です。いつかなったのよ。自分で考えなさい。すいません。30世紀のクリスタル東京が滅びちゃう。ウサ、小さいからチビウサでいいな。チビウサ、もっと詳しく聞かせてくれないか。ある日クリスタルパレスの奥まで行って、そこでプルートに会って。プルートって時間を守る人。その時ものすごい音がして。キャー！チビウサ！私のせいじゃない。私何もしてないもん。大丈夫よチビウサちゃん。チビウサ、怖い敵が来たのか。ママがどうしたの。大きなお城みたいな水車が突然現れて、みんな倒れて。それでどうしたんだ。黒い月だ。三日月の黒い月。確か今の奴らの額に黒い水晶だよ。黒い水晶が来る。キャー！チビウサ、チビウサちゃん。Oh!
30世紀の地球などに用はない。過去へ、月の王国の者たちが支配する前の地球へ行き、歴史を塗り替える。それこそがリプレイオペレーション、我らの壮大なる歴史の再生だ。はっ。それにしても、ただ一度蛇国水晶を打ち込んだだけで地球が死の星になるとは思わなかった。予想を超えるパワーだな。プリンスデマンド、戦闘用のドロイドを21世紀に送り込んだとか。試しにな。あまり急がない方が。俺に指図する気か。いいじゃないかサフィー、我らプリンスデマンドに忠誠を誓った身。しかしプリンス、あなたのやり方について行きますとも。俺は俺のやりたいようにやる。心配するな。伝説の戦士セーラームーン、どれほどのものか知りたかっただけだ。そのような使命ならこの緑のエスメロードに。私たちじゃ役不足だって言いたいの？品が違うって言いたいのよ。おだまり、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 おだまり。あなたの作った戦闘用ドロイド、簡単にやられたらしいわね。そりゃあんなひるひるじゃ。おだまり、おだまり、おだまり。黙れ。申し訳ございません。私は本気でした。私は本気でしたのも。別に姉さんのこと。いえ、全て私が悪いんでございます。そうなんですよ、サミール様。あ、そんなことよりセレニティの娘はどうした？ワイズマン、我らに災いをもたらすまやかしの石、一刻も早く叩き潰さねばなりません。銀髄将か。その反応は随時捉えています。さすがはサフィー。私が向かいます。どうだセーラー戦士、それぞれの者がターゲットを決めては。私はムーン。よかろう。この公安と同じ炎の力を持つ乙女、私のターゲットはあいつ。水を扱うなら私の方が上手。どちらがパワーがあるか。ターゲットはあいつ。誰でもいいけど、あの女ムカつくからね。スモールレディは。子供は子供に。地球人との間に生まれた子では。やります。お前たち、このアロン、月の子供になんか負けません。ディマンド様に育てられたゴーン、このマナ一生忘れません。よかろう。プリンス、21世紀に向かえ。はっ。ルベ